リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。本日はこの動画のね、1個前、2個前ぐらいに実家帰ってどうのみたいな動画がね、実は2本ぐらい上がってたんですよね。1個は多分、サナちゃんの脱皮の話っていうやつと、ちょっと、水容器とか変えてみましたみたいなところで、その中でね、実家に3日ほど帰るみたいな話をしてたんですけど、Facebook にあれは上げてた動画で、縦型でね、いつもこの横向きでほとんど動画撮ってるんですけど、YouTube は。Facebook 向きに、縦向きの動画で撮ってしまってたやつで、それをそのまま、YouTube に、リンド日記っていう形で上げてたんですけれども、後々見返したら、わかりにくいなと思ったので、改めてしっかり説明しようかなと思って動画でございました。あの時にもね、ケージ改造しましたっていう話をしてたんですけど、今日はそのケージ改造についてのお話を、していこうかなっていうのと、うちのフクロモモンガちゃんたちの今の現状をちょっとお話ししていこうかなっていうところでお話です。で、この動画の前の、その言ってる前の動画でも、もう一個あったのが、フクロモモンガちゃんたちうち6匹合わせてみたっていう動画もありまして、誰彼構わず真似できるような内容ではないんですけれども、うちの子はね、男の子3匹、女の子3匹が同じ、押し入れでね、私押し入れ3個って言って、ここでね、散歩ができるように作ってあるんですけれども、押し入れ散歩をしても、問題なく、多少のね、小競り合いはあったんですけれども、怪我をするような小競り合いではなくて、本当なんて言ったらいいんだろう。お菓子か。そう、マシュマロの取り合いだけがあったぐらいで、それ以外はね、実は喧嘩がなかったんですよ。っていうところで、これはすごい成果だなと思って、ただ、フクロモモンガの飼育者全員が真似できるかっていうとそうではないですし、ある程度の知識と、あとは危険だった時に、噛みつきの喧嘩を発見した瞬間にすぐ話せるかどうかっていうところも、知識として必要で、動画、見てくれてる方はわかるかどうかはちょっとあれなんですけれども、喧嘩してても、噛みつきの喧嘩は実はしてないんですよね。手でね、足を掴んだりとか、あとは口で足を掴もうとするような、動きはしてたんですけど、噛みつく、怪我をさせようとするような喧嘩の仕方っていうのはしてなかったので、止めにも入んなかったんですよね。で、特にその後も怪我はなかったですし、ちょっとね、びっくり、喧嘩とか小競り合いした時に片方がびっくりしたりっていうのはありましたけども、その後も特に健康的な被害はありませんし、普通に押し入れで散歩もできているっていう状態でございました。で、その動画の件も踏まえてのお話で、まず、ケージの改造の方の話よりも、うちの子たちの今の現状のお話をしていきましょう。フクロモモンガちゃんって男の子同士にすると結構縄張り争いとか、小競り合いからの、大きな喧嘩に発展するっていうところもあって、あまりおすすめはできないんですけれども、うちの、ハルとウララという子が、ここのところに入ってるんですけれども、ハルとウララに関しては、男の子同士なんですけれども、男の子同士、仲良くやってます。小競り合いはたまにします。あとはおやつの取り合いっていうのはするんですけども、取り合い理由としては、片方が食うのが遅くて、もう片方が食いに来て、っていう、なんだ、お前まだ食ってんじゃねえかよ、俺にもよこせよ、みたいな感じの喧嘩ですね。あとは、餌を食べてる時に、無理くり餌入れのところに片方が来た時に「おいな今俺食ってんだよちょっと食んなよな」みたいな小競り合いはある程度ですけど、それ以外は特にないんですよ。で、あってもなんか取っ組み合いはするんですよ。もちゃもちゃもちゃみたいな感じで、相手の体をこう手でグッと掴んで、でコロコロコロみたいな感じで取っ組み合いはするんですけれども、その程度なんですよね。で、噛みつく喧嘩っていうのは確認してないので、うちは問題なくってところですね。で、2人とも仲良く同じポーチで寝たりっていうのもよくしてますし、仲良くやっていけてるので、私の見解的には、仲良くやれるんだったらそのままでっていう形で仲良くさせております。はい、まずは、ハルとウララのお話。ハルとウララ出てくるかな？はい、ハルとウララのケージは今こんな感じ。ケージについては後でお話ししましょう。出てこないな。上にいるな。はい。で、ここはですね、今、ギョロメちゃんと、ウィンちゃんという形で、ギョロメちゃんの、娘と、ギョロメちゃんと、にしてます。で、旦那さんなんですけれども、旦那さんは後で詳しくご説明しますが、こっちのケージに今いる状態です。で、今、お母さんと娘だけっていう状態になってます。特にお母さんと娘なんで喧嘩はしないです。で、ギョロメちゃんがね、一番最初私がお迎えしたフクロモモンガちゃんなんですけど、まあ性格的にね、ずっと臆病で、その臆病の性格っていうのは治ってなくてですね、こういうところで喋っててもたまにジコジコ泣いちゃうし、あとはポーチをね、覗いていない状態で触ると、ジコジコ言います。ジコジコって威嚇なんですけれども、します。理由としてはですね、多分顔、人間、私の顔とかを確認できてない状態で、外から触られると怖いんだと思うんですね。他の子よりビビりっぽくって。で、そのビビりがね、かなり出ているっていう状態ですね。そのビビりに関しては多分性格なんで治んないかなっていうところ。まあ、直してあげてもいいんですけれども、なんていうんですかね、それはもう性格なんで、無理やり強制することでもないですしっていうところで、基本的に直してない状態っていうのと、まあジコジコ泣かれても私は気にならないので、はいはいはいって。でしかも別に噛みついてくるわけじゃないんですよ。ポーチから出してもポーチを覗いてちゃんとしてあげて、私の顔が見える状態、まあ、目が合う状態になると、あ、なんだお前かってなって泣くのやめます。なので私のことは飼い主というか世話をしてくれている人間だっていうのは認識してるみたいなんですよね。で、特に飛びついてきたりだとか噛みついてきたりっていうのはないので、まあ臆病な子なんだなというところです。爪切りも鳴くので臆病だと思います。本当に爪切りする時もポーチから手を出して爪をパチンパチンって切ってあげるんですけど、それもやっぱ泣いちゃうし、でやっぱり本当臆病な子っていうイメージですね。はい。でウィンちゃんは今大きくなってきて、やっとパウダーフードを食べるようになりました。お母さんと同じご飯食べるようになりました。でたまに多分お母さんのおっぱいを吸ってるのか、たまにギョロメちゃんが授乳泣きって言ってチッチッっていう声を出しますね。乳首が噛まれてちょっと痛いんでしょうね。なのでチッチッチッみたいな鳴き声をあげます。が基本的に今普通にパウダーフードを食べて、お水飲んで、でたまに入れてあげるミルクもちゃんと飲んでるって感じですね。ペット向けのミルクですね。を飲んでるって感じです。で、最後、ここですね。今入っているのは、パッチちゃんと、ハロくん。もともとこちらで旦那さんをやっていた子が今ここに入っております。で、ここのご説明もね、ちょっと前の動画でね、ちょろっと喋ってて、で、ただ Facebook 見てない人とかだと、どういうことっていうところで、お話なんですけれども、まあ、パッチちゃんがですね、ちょっと下半身というか、足の先の神経をやってしまったみたいで、それもね、動画で上げさせていただいてるんですけれども、おそらくどこかに外的要因でぶつけてしまったっていうところ。で、実際獣医さんに見てもらったところ、MRI だっけ ?CT スキャンだっけ？まあ、それはしてないんです。神経を見る、検査をしてないんですけれども、骨折もないし、減虫とかによる、ものでもないと。減虫の検査とかもしてもらって。ってなると、もう神経だね、と。で、それは、検査とかそういうの取らなくても、もうほぼ神経だってわかるから、やらなくてもいいと思うよっていうのを獣医さんも言ってくださって、ただお金かかるだけっていう形だったんですよね。で、まあ、どっちにしても、それを治す方法っていうのは、手術は難しいと。神経を接合する手術っていうのはリスクが高すぎると。成功確率がですね、言われたのが 15% から 20% ぐらいって言われたんですよね。で、麻酔から冷めないってことはないと思うけど、治るっていうところと、あとはその手術の成功率、もしあとは生きていけるかっていうところの生存確率のところを見ると、変にそこをいじくってしまうと生存確率っていうのが下がってしまうと。で、問題なく元気にやってるので、そのままお薬療養でいいと思いますよっていう形でお薬飲ませて、で、少しずつね、指の先がたまにピクピクって動いたりはしてるので、神経自体は回復が少しずつしてきてるっていう状態だと思います。もともとピクピクもなかったので、はい、ところですね。ただ、まあ、その中で万が一のことを考えた時にパッチャンがなくなってしまう可能性、パッチャンがですねっていうのを考えた時に、できればそのパッチャンの遺伝子っていうのを残したいなっていうふうに私は思ったんですね。これは私の人間の方のエゴになりますけれども、で思いまして、でその思った時に、先ほど最初のところでご説明した6匹を合わせてみる。まあ簡単に言うと、うちの子たちがペアリングができるのかっていうところ。で、パッちゃんがですね、基本的にずっと1匹で飼育してた子なので、ペアリング自体難しいのかなとは思ってたんですけども、ちょっと一回勇気出して、一回やってみようと。で、やばかったらすぐやめればいいだけなので、その一瞬でなくなってしまうっていうことはほぼほぼないので、なのでやってみようっていうところでやってみた結果、いけたんですよ。問題なく。で、問題なくいけて、で、6匹全員がね、割と仲良く、まあ、多少なりとも喧嘩はしましたけど、お菓子の取り合いがね。でも、それ以上の喧嘩っていうのと、危ない喧嘩、まあ、噛みついて致命傷を負わせてしまうだとか、あとは、傷をつけてしまうっていうのはなかったので、で、その結果をも踏まえた上で、獣医さんの方に相談をして、で、あと、知り合いの飼育員さんですね。あと、とある、施設で飼育員さんやられてる方にもちょっと相談をして、そしてプラスペットショップの方とか、あとは、まあ、お世話になっている方々にちょっと意見を聞いて、まあ、4名ほどですね。で、意見を聞いた結果、ペアリングいけんじゃないかなっていうところでございました。で、プラス、その足が悪いっていう状態で、出産っていうのができるのかっていう不安のところのお話を聞いたら、全然それで出産してる子っていうのはいっぱいいると。で、事例としてもいっぱいあるから問題ないよっていうふうに言われました。で、それを行うことっていうのは、ストレスとかにはならないかなって話をしたところ、逆に今一匹なことで、自分の足が不自由っていうところで、逆にストレスが溜まる可能性はあるよって言われたんですね。そっちの方がストレス。一匹で一人だけっていうので、まあもともとね、集団で生活する、コロニーをね、カップルで作って、まあ3匹ぐらいかな、子供を合わせて、3匹程度で暮らしてたりっていうところで、結構ね、ペアで暮らしたりとかっていうことをするような、社会性のある動物ではあるので、一緒に飼育してあげること自体はいいことだと思うって話になったんですよね。で、そこで、今回ハロ君に白羽の矢が立った理由としては、まあ、お父さんを経験したことがあるっていうのと、他の男たちに比べると、一番どっしり落ち着いてる子なんですよね。で、ハルとウララに関しては、お父さんの経験がないので、で、しかもずっと男の子同士でね、飼育をしてきてたので、ちょっとそういう部分の経験が疎いっていうところで、今回白羽の矢は立たず、で、ハロくんが、どのことも意外と仲良くできる子だったんですよね。まあ、威嚇は多少ありますけども、基本、どの子でもウェルカムみたいな感じだったので、今回ハロくんが白羽の矢が立ち、ハロくんが、そのパッちゃんのね、お婿さんとして、活躍していただこうかなというところでございます。表現としてはあまり私好きではないんですけども、分かりやすい表現だけさせていただきますね。これを嫌がる方っていうのもいるので、先にちょっと、承知していただければと思うんですけれども、簡単に言うと、種馬っていう扱いです。はい。表現としてはね、すごく良くないので、私はあまり好きじゃないんですけども、すごい分かりやすい、こう、パッと出てきて、皆さんがこう、イメージしやすい、イメージが湧きやすいっていうことで言うと、簡単に言うと種馬っていうことでございます。まあ、結果論としては本当に種馬なので、結果論的には同じなんですけれども、ちょっと表現的にあんまり好きではないので、そこだけ、ご容赦いただければと思います。はい。で、今、たっちゃんとそこに、ハロくんが入っております。はい。っていうのが今、フクロモモンガちゃんたちの事情ですね。まあ、パッと説明していくと、男の子2人で暮らしているところ、親と子供で、パッちゃんの遺伝子を残したいからっていうところでカップル成立させたところっていう形。で、ゆくゆく、ギョロちゃんとウィーンを離すかどうかわかんないんですけど、もし離したら、こっちの上のケージの方に移動させようかなっていうところです。で、なので、ここの上のケージっていうのは全く空いております。誰も暮らしていないです。っていう状況でございます。はい。まあ、うちの、袋ももがちゃんたちの事情というのはそんな感じ。そして次にケージのね、餌場を改装してたりっていうところのお話に入らせていただければなと思います。まあ、正月ですね、年末年始に私、実家に帰る予定を取ったので、3日4日家を空けるんですよ。3泊に4日ぐらいになるのかなになりますので、最初ペットホテルにね、預けるっていうのも考えたんですけれども、なかなか6匹一気に預けられる場所が、まあ、近隣になくてっていうところですね。っていうのと、なんていうんですかね、餌の問題とかっていうのがなかなか1匹1匹単位でねちゃんと説明していかなきゃならないっていうのがあってちょっとってなったのと、実際問い合わせをしてみて対応を聞こうとしたところ、ちょっと対応があんまり私的によろしくないなと思いまして、ちょうどそこに預けるのは怖いなとなりましたので、どうにか家でお留守番ができないかなっていうところを考えて、今回ケージの改造を行いました。で、正直な話、3日程度家を空けた手として、で、3日ぐらい、例えばちょっと餌がね、新鮮なものが与えられなかったとして、なくなることはないと思います。正直、野生化とかで行くと、例えば、毎日餌が手に入らない可能性っていうのも全然あるんですね。で、餓死状態っていうのは、まあ、飢餓餓死かな。まあ、空腹な状態っていうのが、長くやってしまうと死ぬかというとそうではないですね。で、自分の中に、まあ、蓄えている脂肪分とかもあるので、エネルギー的には足りるんですよ。しかも、多分そうなると、運動自体しなくなるんですね。そんなに活発ではなく、巣にこもるっていうことをね、します。基本的には動物っていうのは本能としてね、やるんですけれども。なので、正直な話、餌がね、なかったとしても生きていくとは思うんです。で、温度に関しても、基本的にはヒーターで全部管理してるので、そこも問題はないんですよね。ただ、まあ、私的にはそんな放置っていうのはやりたくないなっていうところで、どうにか3日分ぐらいご飯がね、ご飯もお水も、保てるようにできないかなっていうところで考えたときに、今回編み出したのが、こちらのタッパーですね。はい。で、タッパーをそのまま蓋開けた状態で入れてしまうと、まあ、絶対中に体ごと入ってガサガサしてしまうので、餌は飛び散っちゃうんですよ。なので、まあ、それはちょっとしたくねえなっていうところで、で、結局ガサガサされてしまうと、下にね、カスが落ちていってしまうんですよね。なので、カスが落ちないように蓋に穴を開ける形ですね。ご飯を食べられるようなところの形をとって顔だけ突っ込むっていう形。あ、今いい状況があるね。はるくんが今ご飯を食べてくれますけれども、食べてほしいんだけどな。食べてほしいんだけどな。食べな顔だけ突っ込んで食べるんですよ。今顔だけ突っ込んで食ってたじゃん。なんでカメラ向けるとさやめるの、カメラ向けたらやめました。テレ屋さんまあね、顔だけ突っ込んでご飯を食べるという形になるので、なんていうんですかね、うんちが中に入らない状態にもなるんですよ。ご飯的にね。っていうので、いいのと、この子たちって食べたご飯をですね、カスとしてペッとちょっと出すんですね。多分美味しい部分だけ食べて、口の中でくちゃってした残りのちょっとカスをね、ペッてするんですけども、そのペッてするカスも、外に出ず、中にペッてするので、で、この子たちペッてしたカスも自分で後々食べたりするんですよね。なので、まあ、リサイクルっていう言い方嫌なんですけど、中にペッてしてもらえれば、そのままそれも食べちゃうので、っていうところで、カスの飛び散りもない、うんちと混ざるっていうことも、こういう風にやるとね、顔だけしか突っ込めない、大きさにしたので、穴をね。なので、お尻がね出た状態で食べるんですよね、こんな感じで。でなのでうんちと混ざるっていうこともない、カスが飛び散るということもないで、結構な量をねストックできるっていうところで、あ、これかなりいいなと思って、この改造をしました。はい。で、水に関してはこれはワンちゃん用の給水ボトルなんですけれども、この給水ボトルで、管理することにいたしました。で給水ボトルに関してで言うと、正直な話私最初このカラカラ音嫌いだったんですよ。給水ボトルの玉をカチャ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 ってやる音ですね、あれが苦手だったんですよね。なのでそれがない器のタイプにずっとしてたんですよ、水容器。ただその水容器の中にですね、うんちはするわ、ひっくり返すわっていうのをよくやっていて、でひっくり返さない器とかに切り替えて使ってずっとやってたんですけど、でもひっくり返さなくても中にうんちをしちゃうことっていうのはしょっちゅうあったんですね。でそれを見た時にやっぱ給水ボトルの方が新鮮なお水かなっていうのもあったのと、結構私がなんか音にも慣れてきたのかなっていうのと、あと今のやつってこれ100均で買ったんですけど音静かなんですよね私が多分知ってる時代の方がちょっと旧式なのか、最後にね給水ボトルを使ったっていうのが7年前ぐらいなんですよ。ハリネズミちゃんをお迎えする前に、シマリスちゃんをねうちにいたんですけど、そのシマリスちゃんの時が最後だったんですよね。シマリスちゃんはその給水ボトルだったんですけど、そのシマリスちゃんのカチャカチャ音がすっごい苦手だったんですよ。で、ハリネズミちゃんをお迎えした時に、ハリネズミちゃんは床置きのタイプのもので、いいところにありますね、あれです。はい、これねこれおかよどかりとかのね水浴び用に近いのかな場所にはなるんですけれども、使い方をねしっかりやれば、ああいう風に水をねあげるための容器になるんですけれども、あれはシフィさん、うちのトカゲちゃんですねの水飲み場としてね1個置いてるんですけれども、あれをね基本的に使ってたんですよ、うちの子とか、あとハリネズミちゃんも。でうちの子ねもともとねギョロメちゃんのケージにはそれ1個だけ使ってたんですけど、あれが最近売ってないんですよね。で売ってなくて、でこのケージにもこのケージにも入れたかったんですけどなかったんで、100均で普通に器買ってきてっていう風にやってたんですけど、ただあれでもねあん中にうんちが入ったりするので新鮮なお水にはならなくなっちゃうんですよね。でずっとあれを使ってて、で今回100均で見かけたやつをまず1個だけ買ってみて使ってみたんですよ。そしたら今のって音が静かで、あれいけんなと思って、でしかも今のって玉と同時、この先端にね玉がパチンコ玉みたいななんかが入ってるんですけど、それ一緒にバネ入ってるらしくって、そのバネがあるおかげで音が結構静かクリアなんですよね。なのでいけるかもと思って変えてみました。でみんなが使ってくれるかどうかっていうのは不安だったんですけれども、使ってみたらあれよあれよという間に使ってます。もう結構ここは水なくなってるね。ここはね水入れ替えたばっかりなのであれですけど、最後につけたのでここの子たちは全然ね水飲めるし、意外とね初めて使うものでもちゃんと使ってくれました。はい、なのでこんな感じでケージの改造をして、水もあれだけあれば3日ぐらいは全然余裕で持つので、水の新鮮なお水っていうのも、新鮮ではなくなっちゃうかな、3日もまま置いといたらね。でも何か変な菌が入ってくるわけではないので問題ないと思います。でそのお水もクリアで、ご飯もね3日分ぐらいストックができるっていうところでクリアっていうところで、今回実家帰る時にこれの状態でお留守番してもらおうかなというふうにしております。はい、あんまりお留守番させない方がいいんじゃないのっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まずこの状態で、3日間暮らせるかっていう実験もしたんですけれども、問題なく3日間これで過ごしました。私がちゃんと家にいる状態でね、お留守番という体で3日間何も私の方からあんまりコンタクトを取らない。コンタクト取るって言っても近くにいて元気とかはやりますけど、餌を入れ替えたりだとかお水を変えたりっていうことはしない、まあお世話らしいことをしないって言った方がいいのかなっていうのをして、様子を見たところ全然3日間暮らせたんですよ、この状態で。なのでいけるなと。なのでこういう改造にしました。でそれがいけるということはですね、お世話のメンテナンスに関するお話なんですけれども、メンテナンスの頻度が減るっていうことなんで、私的にもまあ楽はできるっちゃ楽はできるんですね。ただまあ新鮮じゃなかったりとか不衛生だったりっていうのはその都度解消させていこうかなと思うんですけれども、3日4日だったらこれでとりあえずお留守番もできて、でヒーター管理ができるので問題なく暮らしていけるんだろうなというところでございます。でトカゲちゃんたち、ヘビちゃんたちに関してはご飯がそもそも1週間に1回ぐらいで足りるような形なんですね。あんまり食べさせすぎると太ってしまって肥満によるね、脂肪のね原因になってしまうので、まあ私ちょっと口酸っぱくよく言ってるんですけれども食べ過ぎによる死亡原因が多いんですよ、爬虫類って。なので食べさせすぎなくて大丈夫なのでそんな感じでご飯はあげていこうかなっていうところなので、帰る前にご飯だけみんなにあげて、でヒーターはつけたままにして行ってくるねっていう形を取ろうかなと思っております。でコウモリちゃんだけは連れて帰ろうかなっていうところです。コウモリちゃんに関してで言うと毎日新鮮なフルーツを基本的に食べてるので、3日間もフルーツって実は持たないのでね、それだけは厳しいので、マナだけは連れて行こうかなっていうところです。マナは多分お留守番させれても1泊2日程度ですね、もしくは2泊程度ですね。うん、ギリギリ2泊だと思います。それ以上はちょっと厳しいかなっていうところですね。はい、まあそんな感じでねフクロモモンガちゃんたちのお留守番っていうところのお話でございました。はい、うちのフクロモモンガちゃんたちのね現状の事情じゃないですけれども、その辺りはまとめてお話をさせていただきました。はい、ご理解いただければ幸いです。またお留守番とかねさせてみたいなという方で、ちょっとまず参考にしてみようかなと思ったら参考にしてみてください。参考程度にはしてもいいと思うんですけども、実際に実験は必要です。大丈夫かどうか実証実験っていうのをしてみないことには必ず百聞一見にしかずという状態になってしまいますので、まずはねやってみてください。私はやって実験もして、実験した結果問題がなかったので、この状態でやっていこうかなっていうところ。しっかりまずね3日間自分がいる状態でまあ、お留守番を仮定した実験っていうのを行って、問題なくご飯食べてくれてたので、問題なくご飯も食べてたし、水も飲んでたし、うんちもちゃんとしてるしっていうところで、健康的なね、問題はなさそうだったので、実践しようかなっていうところでございます。はい。まずね、そこをご理解いただけますと幸いです。爬虫類たちはね、真似するも何もなく、もうたらふくご飯食べさせといたら全然生活できるんで、大丈夫です。でコウモリちゃんはやっぱり毎日新鮮なものなのでケージごと持って帰るだけなので、それで連れて帰ろうかなっていうところでした。はい、本日の動画は以上となります。ご理解ねいただければと幸いでございます。はい本日の動画は以上です。はい締め方がわかんないです。もしよろしければこちらのチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。また各種 SNS ですね、やっておりますので、Twitter、Instagram、TikTok、フォローお願いいたします。いつも言っている最後のセリフが全然出てこなくなりました。はい。それではまた次回の動画もね、見ていただければと思いますし、過去にもたくさん動画上がってますので、そちらの動画ご覧いただけますと幸いです。ちょっと長い動画にはなりましたけれども、最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、りんとでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。